はい、総価塾の久保です。今日もね、相場解説の話をちょっとさせていただこうかと思うんですけども、今現在9月15日の深夜2時13分でございます。私ね、ずっと相場解説を4年ほどやってきまして、もうどうしてもね、これは方針を変えないといけないなって思うことがあるんですよ。それは何かっていうと、私の場合は朝5分か10分の相場を見て、ドル円の相場を見て、チャートを見てですね、そこでいつ頃買うか、いつ頃売るかの判断をするんですよ。それは何回もお話した通り、朝、まあ5時とか6時に見て、その後生まれてくる10本のね、1時間足、12本、最大で12本の1時間足が、どっちの方に向かうかってことを、それまでの形で、まあ推測するテクニカルっていうのを使ってるんですよね。で、その中でね、私は朝の5分で全て判断しているように思われますけども、まさに、朝の5分で判断してるんですけども、朝の5分で判断できるようになるまでにどれぐらいの時間と労力を投入してるかっていうところがいまいち伝わってないんじゃないかなと思うんですよ。何度もお話しますけど、2017年の1月に私は GWBS というね、与沢翼さんのスパルタ教室に、FX の教室に入って、それから3ヶ月カリキュラムを1日2時間から3時間受けてきました。でその後カリビアのクーマは終わったんですけども、次の3ヶ月ももう1回1からやり直しました。そしてさらにその次の3ヶ月もまた1からやったんですよ。でさらに4回目 GWBS のカリキュラムも私は1年間で4通りやったんですよね。ここまでやった人ってのは、多分 GWBS のチーム1600人入ったそうですけども、もう100人も残んなかったんですが、その中でも多分私ぐらいしかこのぐらい徹底的にやり込んでないと思うんですよ。で、その地盤があるからね、その地盤があるから、中丸トレーダーに、今日ご教授いただいたときに、2週間ぐらいで全てが理解できて、5分トレードができるようになったんですよね。まあ、ですけどね、私のトレードを見て、じゃあ5分でできるのかなっていうふうな、はい、毎日5分のね、積み重ねでできるのかって思っちゃうと、これはちょっとね、違うんだってことなんですよ。私はその1年間の下積みがあったから、5分のトレードができるようになったんですけども、多分その1年間徹底的にね、それこそ他のことを全くやらずに無視して FX だけにぶち込んだ1年間がなければ、それはやっぱり多少の時間を増やさないといけないと思うんですね。その時間の中で最もやらなければならないのが、基礎用語とかね、フォーメーションの暗記なんですよ。だからそのチャートを見た瞬間にテクニカルがボーンとね、重なってこないといけないんですよ。まるで空を見たら星座がパパパッと浮かぶようにですよ。だからそのチャートを見た時に、どんなチャートでもね、私はいろんなフォーメーションが浮かびます。だからその後の形が予測できて、テクニカルがいけるんですよ。で、それを補填するものとして、補足するものとして、移動平均線を使うこともたまにありますし、他の時間軸を見ることもあるっていう形なんですよ。まあ、ですので、私は今、1時間さえ見れば大体できるんですよ。ただ、それはね、ほとんどの人には無理です。1時間だけ見て、その後のテクニカルを予測するのは。まず、1時間のチャートを見たところで、何の形も見えてきてないんですよ。見えてきたとしたら、それは勘違いなんですよ。まあ、ですんで、やっぱりね、逃げずにまずは暗記から始めていただきたいと思ってるんですよね。まあ、その辺をちょっと伝えたくてね、まあ、ずっと伝えてきたつもりなんですけども、改めてこういう風な、形でね、顔をさらしてお話ししております。深夜までね、私本当に悩んで、どうしたもんかなと、どうやったら FX に全てをかけてる人、チャンスを見出してる人にこれが伝えれるかなと思ったんですけども、なかなかなんですよね。それからね、FX の相場解説上手な方、私以外にもたくさんいます。でも多くの上手な方っていうのは、それこそ月収300万とか500万とか、そんなレベルでやってる人の高いレベルのものなんですよ。だからそれはね、さすがの私でも身につける術がないです、そこまで高いレベルだと。月間で、まあ多くの人が求めてるのは月間で5万とか10万っていう、ちょっとやったらゆっくりレベルなんですよ。でもそのちょっとっていうのは、1日5分のちょっとでは全然いかないですから。あくまでも繰り返しになりますけども、1年間のみっちりやった下積みがあるから、5分っていうのがそれから使えていくんで、それがない方はやっぱりね、みっちりやんないとダメです。例えば、毎日5分やる、その代わりに、お休みの日ね、週に1回ぐらい休みがあると思うんで、その日は8時間やるみたいなことね。これを1年間ぐらいやらないと、やっぱ暗記も進まないと思うんですよ。だから徹底的にまずは暗記をすること。暗記が得意な方は、それこそあんまり時間がかかりませんけども、やっぱり40代、50代になってくると、暗記が得意でもね、結構、暗記のスキルっていうのが衰えてくると思うんですよ。
で、こんなもんだろうぐらいで思っちゃうんですよ。終わっちゃうんですよね。違うんですよ。こんなもんだろうと思ったその3倍から5倍やんないとこんなもんだろうにいかないんですよね。そこをちょっとね、どうしてもお伝えしたくって、今回冒頭にこの動画にさせていただきました。さあ、それではね、相場解説に移っていきましょう。はい、ではね、ちょっと昨日月曜日に出せなかったんですけども、今日火曜日のこの時点でのウィークリーに行ってみようと思います。はい。ご覧のように、ウィークリーが一番最後に出てくるのが、これですよね。一番最後の足。青いのが出てるでしょ？だから下に向かってるってことなんですよ。そうなんです。これ全体的にこれ下に向かってるんですよね。上に向かった後、ここから下に向かってるという図が出てきます。ですので、大きな流れっていうのは売りに向かってるということ。これは繰り返し申し上げてきましたね。その中でも、買いに入っているこの、今重ねますけども、赤い線があるでしょ。これを短期的に取りに行ったっていうのが、先週とか先々週の、このバイっていうふうに言ってた相場解説なんですよ。すべて取れたでしょ、あれは。で、次は1日足見てみますね。これ1本が1日を示していますけども、今日はだから、昨日から今日にかけては青でしょ。だから売りだったでしょ。だからセルで正解だったんですよ。で、私がバイで取ろうねって言ったのが、すべてここに入ってます。これね。で、よくわかんないよって言ってたのが、先週の、マスぐらいですよね。ここですね。本当そうなってるでしょ。そうなる前に私は、わからないといえば横ばいなんですよ。で、その後は、バイをもうしつこく言ってる時っていうのは、本当みんなで何も考えずバイしてもいいんですよ。でも本当に何も考えないと自分の力がつかないんで、どう考えていけばいいのかってことを相場解説してますね。で、4時間見てみましょうか。4時間ね、サンバガラスの後、ぐーっと落ちてますよね。これ。移動平均線も、こういう風になってます。だからね、ほとんどの相場解説は、今この4時間足で喋り始めたことから喋るんですよ。ダメなんですよ。1日足とか、週間足とか、それを何回も何回も検証してて、いや、週足では売りだけどねっていうのをずーっと言ってて、それから、1時間4時間っていうのは瞬間的に買いで取れてるよっていう解説とか、今回みたいな移動平均線がどうとかっていうことを言っていかないといけないんですよね。で、ちなみにこれ操作トップができてると思いません？操作トップわかります？操作トップ、操作トップは私はね、予想します。ここに1個山があって、その後操作トップが、操作トップって言葉が出てこないといけないんですよ。このチャートを見た時にこういうふうにね、こことここで一致してるでしょ。こことここで分かりますかね、操作トップどういう風に見ればいいか。分かんなければ、ちょっと今まで FX やってたのが何だったのかなってことですよ。で、1時間見てみますね。ちょっとあんまり自信をなくさせてもいけないんで、この辺にしておきますけども。で、サンバガラス出た後1時間。まあ、6本グラスになりますけどね、1時間足だと。で、一旦、組み上げがあるんですよ、こうやって、調整が。それは、ここら辺で売りに入った人が利確をするから一旦上がるんですよ。その後、持てる資金でまたね、ここから反転すると言ってもいいですけども、一気に売りにかけてくる勢力があると。それで、ここでまた同じように止まるんですよね。だから、刻んでは売り、刻んでは売りっていうのが始まりますね。で、そこが短いですけど、ボックスっていうふうに言われるようになります。で、何回も言いますけど、ボックスとボックスの間のこの伸びで私たちはね、取っていきますからね。ボックスの中で売り買いでは取れませんから、ちっちゃすぎて。ボックスを出て次のボックスに向かうまでのこの距離を稼ぐわけなんですよ。赤で書きます。距離で稼ぐわけなんですよ、これね。よろしいですかね。ということでね、相場解説は以上のようになります。じゃあちょっと一旦切らせていただいて、はい、どうだったでしょうか。私がね、5分で話してると言っても、その裏にどのぐらいの時間があるかってことなんですよ。その時間をかけてるから、チャートを見た瞬間に今日みたいに操作トップっていうのがポンと出るんですよ。しかもその操作トップっていうのは出てる途中に分かるんですよね。完了して分かってももうベットできないじゃないですか。だから出始めたらこれだなと思って操作トップに貼って売りに行くわけなんですよ。買いで入ってしつこく買いって言ってたのに、いきなり売りだって言ったのは操作トップの反対側に来るからなんですよね。ピークアウトしてガッと落ちてくるじゃないですか。その操作トップが最初から分かっているかどうかっていう問題にもなってくるんですよ。で、その上でサンバガラスが出たってことを認識するとかね、サンバガラスで確認してここから大きく落ちるって分かればセルっていうふうに言えるわけなんですよ。
それが、まあ、前回の、ね、相場解説になりますけどね、そんな形で、今日はちょっとね、私の FX の相場解説が専門的に始まったらどういうふうな解説になるかってことも込みでね、お送りしてみましたけども、いかがお感じだったでしょうか。それではね、ちょっと深夜で私も眠くなってきました。まあ明日の朝も早く起きないといけないなと思うときに、起きるって言ったって5時ぐらいですからね。で、私がね、この勝ちまくってる私でも FX ではこういうふうに深夜に起きることもあるんですよ、気になって。もうどうしてもね、皆さんにここを伝えたくて、本当にずっと考えてました。どうやったら分かっていただけるだろうか、どういうふうに言ったら、今のね、勝ってるような負けてるようなよく分かんない状況から、あ、自分は間違えていたんだなと、まあ、全然足りなかったなと、足りないばかりかやってなかったなと気づいていただいて、 FX の世界にもう一歩二歩ね踏み込んでいただけるかってことをちょっとね考えてました。本当に、ね、私の相場解説見てる方全員にね勝ってほしいなと思いますし、まあ、中にはね中村トレーダーのプレミアム入ってらっしゃる方もいると思いますけども、プレミアムはプレミアムでレベルの高いこともやってますんで、まあ、そこをね一生懸命勉強しても最初の基礎がないと本当にね勉強したことが無駄になるとは言いませんけども、その高いレベルのところに行くまでまだこの辺がないわけですから、この辺がだから使う時がないんですよ、その高いレベルの学習を。だからまずは本当にね覚えただけでできることをたくさん積み上げていかないといけないと思いますよ。それをね私は本当に危惧して、まあ、中丸トレーダーのプレミアムもそろそろサポート期間多分終わってると思うんで、で終わってるのにねもう1年以上ずっと流してくれるじゃないですか動画とかを。でもちょっとねあれではもう日々の鍛錬っていうのはなかなかできないと思いますんで、日々の鍛錬はねポータルサイトで自分でやるものですけども、ポータルサイトが提供された最初の1ヶ月2ヶ月は一生懸命やるでしょうけども、もうなんか3ヶ月ぐらい経ったら、まあ、ポータルサイトの基本的なところとか見に行かないでしょ。だからそれが人の心理なんですよ。そういうのがチャートにも出てます。そういう人が集まってるのが FX のチャートなんですよ。しっかりとやり込んでない人がいっぱい来るんですよ。だからちょっとやり込んだらもう入れ食い状態なんですよね、言い方悪いですけども。だからもうカモだらけなんですよ。みんなねやってるつもりで全然やってないんですよ、全然できてないんですよ。そういう人が FX の世界にどん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 毎日のように参入してきてくれますんで、ちょっと勝てるようになったらもう取り放題なんですよね。だからね悔しいと思ってください、ここで勝ててなかったら。特に3ヶ月以上やってる人、半年以上やってる人がいまいち手応えがないと感じてるんだったら、それはね今までのかけた時間っていうのはかけてないと思わないといけないです。もう全然的外れになってると思いますんで、考えていただきたいなと思いますよね。それからねやっぱりまだまだ質問の量が少ないです。例えばスクリーンショットを撮ってこの後の値動きを解説してくださいみたいなことでもいいと思うんですよ。そしたらそういうのが出たらそのチャートに戻って私はね自分なりの相場解説をしていきますんで、それを繰り返していってお互いにブレインストーミングしてもいいと思うんですよね。一人でやっても全然ダメですから、間違った覚え方を強化してしまいますんでね。まあ、だからしっかりと勝ってる方とか毎日発信してる方とかね、まあ私のことじゃないですけどもそれは、やっぱり二人三脚でやっていった方が私はいいと思いますね。それでは失礼します。